日本大阪府池田市天神天神は大阪府池田市にある地名である。1丁目から2丁目まである。郵便番号は563-0031である。当地域の人口は2017年12月末時点で2881人である。面積は2018年3月末時点で0.255平方キロメートルである。池田市の南部に位置する。 北部に一丁目があり、南部に二丁目がある。北は、松園一丁目と、北東は、井口道一丁目と接しており、東は、石橋一丁目と接している。南は、住吉一丁目と接しており、西は、豊島北二丁目、松園二丁目と接している。東地域の東端部及び南端部を、美濃川が南西流しており、道下線には、天神橋や天神大橋、 天神小橋などが加橋されている。昭園一丁目との境を国道171号池田バイパスが通っている。育地道一丁目との境を阪急電鉄宝塚本線が通っている。当地域のほぼ中央を市道宮の前、東端線が縦断している。当地域の大部分を住宅地域が占めている。当地域は池田市立北、都島小学校、または 池田下定市京南小学校及び池田市立北豊島中学校または池田市立石橋中学校の校区に含まれる。天神遺跡からは縄文時代の後期の土器が出土している。石橋半大前駅から西へ200メートルほどのところに天神の森と呼ばれた森がかつて存在しており、その森の中にあった天神社にちなんで天神橋の名が付けられ、 この天神橋にちなんで、天神の地名が付けられたとする説がある。1965年9月1日、中野島城、井口堂町、東市城町の各一部が、天神1丁目から2丁目に変更される。1966年12月8日、辰見外科病院が1丁目に開設される。百七十三年に一丁目の溝天地が埋め立てられ、百七十五年に、 池田市民文化会館及び、豊島屋公園が、埋め立て地に開設される。1976年、一部が、省園一丁目に編入される。1981年4月、池田市立天神保育所が一丁目に開所される。同月、天神会館が二丁目に開館される。1984年10月、池田市立青年の家が開設される。 1994年、一丁目の種池が埋め立てられる。2001年4月、天神保育所が民営化され、学校法人亀の森住吉学園天神保育園に改称される。2008年、青年の家が池田市立カルチャープラザに改称される。ありがとうございます。